ようやく試合で会えたな、ヒューガ。松山、この前の全国大会、俺たち富良野の目標は第一に南葛に勝つこと、そして第二に決勝でお前たち東邦と戦って優勝することだった。形は違ってしまったが、今日こうして東邦と戦えることが嬉しいぜ。松山、全国大会での投手は見させてもらった。お前はまさに戦士だ。だが投手の強さなら俺も負けない。そしてチーム力は俺たちの方が上。つまり今日勝つのは俺たち東邦だ。そうはいくか。俺たちの新しい戦い方見せてやるぜ。フィールドに立てば実力が全て、それが俺の考えだ。だから全力で蹴散らしに行くぜ。そのつもりでかかってこい。そんなセリフ吐いたからには覚悟はできてるんだろうな。いいだろう。俺のタイガーショット、お前のどてっぱらに叩き込んでやる。ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への熱戦の火蓋が切られました。は若松くん、パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。松山さん、ストライク、チャンスが決まった。松山くん、激しいタックル。沢田くん、ボールを奪うことができません。チャージが決まった。そんな、横をすり抜けた。沢田くん、ここは抜かせません。ここでチャンスを潰します。体ごとぶつかっていった。松木くん、ボールを奪うことができません。このタックルは勝ちに終わります。今くん、ボールダッシュ成功。ボールがタッチを終わりました。東邦、この位置からのスローイン、あとロングスロー。近藤くん、このボールを拾います。沢田くん、タックルを決めた。あっと奪い返した。それ、ここはパスを出した。今井くん、ボールを狙うも届かない。渾身のシュート。
力を込めて強烈なシュート。若島津くん、これはキャッチできない。オラオラ、マジが決まった。佐藤くん、ここは抜かせません。チャンスが決まった。それパスを出します。小田くん、スルーパスを素早くつなぎます。高島くん、ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。チャンスが決まった。いけ、それ松山のキャプテン。このスルーパスはゴールか。前半もすでに15分が経過した。ここからさらに完結した展開が期待されます。カートキック、どこまで運べるか。沢田くん、このボールをコントロール。山田くん、ここで止めた。ここでチャンスを潰します。倉野、まだ守備の体験が整っていません。若松くん、激しいタックル。小田くん、シュートを放った。小田くん、ダイレクトでパス。ワンタッチで送る。あーっと、この位置でパスカット。チャージが決まった。高島くん、ボール出し成功。ほら、若松くん、タックルを決めた。小池くん、ここで奪った。さあ、もっとぶつかっていった。それ山村くん、ここからジャンプを立てられるか。小田くん、激しいタックル。よくもすり抜けた。松山くん、クロスに合わせに行く。空中でぶつかり合う。この角度をものにした。若島津くん、これはキャッチできない。それ、ここは抜かせません。クリアでキューバをしのぎます。素早くつなぎます。体ごとぶつかっていった。そら、ここで止めた。ここから一気に攻め込みたいところ。小田くん、必殺の攻撃ボールを狙う。ボールはまだ生きている。今井くん、これをトラップ。チャージが決まった。高島くん、ボールダッシュ成功。かわして振り切った。チャージが決まった。さあ、前半アディショナルタイム突入。はっ、できればいい流れで前半を終えたいところ。中島くん、スライディングでカット。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙う。どうだ。お、全員で近藤くん、ここは抜かせません。おっと、攻守交代だ。松木くん、素早く横にかわす。敵軍を、前半は両チームともに譲らず、後半スタート。マスキ君、ここはパスを出す。フルタ君、素早く横に倒す。マスキ君、ボールダッシュ成功。若松君、パスを出します。山村君、小田君、スルーパスを狙う。ドリブルでボールを運ぶ。松山君、ここは勝負を避けた。ドリブルを見送る。小田くん、シュートまで持ち込めるか。パントキック、どこまで運べるか。チャージが決まった。小田くん、激しいタックル。体がぶつかっていった。かわして振り切った。小田くん、よく取らせてくれた。高島くん、ボールを奪うことができません。シュート。さあ、この位置で受けた。ブルタ君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。若松君、ここからチャンスを作れるか。高島君、ボールを奪うことができません。松山君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。このボールをつなげられるか。
松山さん、パスを出した。あっとこの位置でパスカット。小田君シュートまで持ち込めるか。ここだ、シュートだ。はっ、うわっ、さあ助かる。横を振り抜けた。チャージが決まった。松山君激しいタックル。ここにかわして突破。さあゴール前です。必殺のシュートでここで狙う。キーパー反応できない。期待の新人、これでどうだ。奪いました。どうだ。何、ここだ。それ、パスを受けた。あっと奪い返した。山村君、センターラインを越えて攻め込む。ドリブルで突破。山村君クロスを上げた。小田君センターラインに合わせる。これはキャッチできない。いけ、チャンスが決まった。ほら、ここから一気に攻め込みたいところ。今井君激しいタックル。金田君ここで止めた。これでかわして突破。ゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。パントキックで大きく蹴り出した。小池君このボールをコントロール。鋭いスライディング。沢田君ボールを奪うことができません。小田君ここからチャンスを作れるか。ドリブルでボールを運ぶ。小田さん狙いすましたパスを送る。チャージが決まった。松山君ここで止めた。今井君激しいタックル。優雅君ここでパスを出した。近藤君ここで止めた。ロングパスだ。松木君激しいタックル。長野君小田君パスを出します。シュートだ。ダイレクトでパス。ここでチャンスを潰します。パスを受けた。シュートだ。あー弾きます。ここは抜かせません。あとぞ回した。シュートだ。防いだ。いよいよ後半のアディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。佐瀬君パスを回す。パスを出します。ここでオフサイドの判定。フリーキックからのリスタート。さあリスタート。いくぞ。岡松君激しいタックル。それは1点差のしびれるような展開を制して勝利を手にしました。負けただと？全国大会で優勝してどこかに油断があったのか。ヒューガ、沸かします。松山、
小学校の時の借り、これで返したぜ。だが、今度は俺たちの方に借りができた。この借りは次に会った時、高校できっちり返してやる。ああ、楽しみにしてるぜ。次は武蔵戦ですね。天才美月がいる。あの武蔵中か。よし、それじゃあビデオ見ながらミーティングするぞ。すごい。なんだよ、あの見過ぎのオーバーヘッド。打つだけでも大変なはずなのに、コーナー狙って決めてくるなんて。それだけじゃない。その前のドリブルのスピードとフェイント、あれ一人じゃ止められないぜ。司令塔として周りへの指示も完璧だ。見過ぎの言う通りに選手が動いてる。東京都大会の決勝で心臓痛めたって聞いたけど、絶好調じゃないか。キャプテン、武蔵中の力どう見ました？そうだな、組織力はうちと互角ってとこかな。となるとやっぱり見過ぎと中盤勝負で勝たなきゃダメだな。そしてそれは俺の役割。しかし見過ぎ、お前は心臓病で練習だって制限されてるだろうに、それでもあれだけのプレーができる。俺は才能がなくても努力でカバーできると信じてこれまで頑張ってきた。だけど本物の天才に本当に努力だけで届くんだろうか。そうか、そうだな。そうですよキャプテン、俺たち全員あんなに努力したんです。いくら見過ぎがサッカーの天才でも、みんなで戦えば超えられないはずないですよ。自信持っていきましょうキャプテン。サッカーはチーム力です。そしてうちのチーム力は日本一です。武蔵中に勝ってそれを証明してやりましょう。みんな、ああそうだな、みんな次の試合も頼むぞ。ああ、それにしても武蔵中のスタンドは女子が多いな。あれ全部見過ぎのファンなのか。ファンの女子の数はこっちの全員集めても勝ち目がないな。それは言うなよ。いいよな、キャプテンには藤沢がいてさ。ほんとほんと。なんでここでその話になるんだ。たく、お前ら覚えとけよ。まあまあ仕方ないじゃないですか、事実なんだし。織田、お前まで本当にとんでもない奴らだぜ。けどありがとうな、みんな。次の試合は富良野中と武蔵中の戦い、俺と見過ぎの戦いじゃないんだ。俺は富良野中のキャプテンとして武蔵中に勝てるようにみんなを信じて全力で頑張るだけだ。ありがとうよ。ありがとう。
よし。ありがとう。なあ、頼む。お前は。よし。なあ、なあ、よし。お前は。なあ。ああ、お前は。